ヘリコプターはその特殊な構造から来る致命的弱点を持っています。飛行機とは異なり、ヘリコプターはエンジンで回転するローターだけで飛ぶ力を得ています。飛行機は主翼や尾翼を使って空気から揚力を得て飛びます。これによりエンジンが停止しても翼が無事であれば滑空して一定の距離を飛ぶことができます。しかしヘリコプターはローターが損傷すると揚力や推進力を得る手段がなくなり、墜落する可能性が高まります。2023年7月25日現在、ウクライナ軍はロシアに対しての反撃の中でロシアのヘリコプターを合計310機以上撃墜したと公表しました。ロシアのウクライナ侵攻以来、最初は有力視されていたロシアのヘリコプターですが、最新の地上兵器にはかなわないことが露呈しています。今回の動画は有力視されていたのにもかかわらず、いざ戦場に飛び立てば地上からの格好の的となってしまったヘリコプターの中で、カモフ52をピックアップして解説していきたいと思います。今回のメニューは次の通りです。お好きな内容をご覧ください。でもできることなら全部見てくれたならとっても嬉しいです。最後までどうぞごゆっくり。カモフ52アリゲーターはソビエト連邦のカモフ設計局によって開発された攻撃ヘリコプターで、その独特なコアキシャルローター設計とパイロットの生存性を高めるための特別な設計要素で有名です。カモフ52はカモフ50ブラックシャークルの改良型として開発されました。このヘリコプターは2人の乗員を搭載することができ、より広範な任務に対応することができます。カモフ52はその強力な武器システムと高度なアビオニクスにより戦場での優位性を確保するはずでした。しかし今回のウクライナ侵攻では対空兵器の餌食になっています。その独特な設計と強力な性能により世界中の軍事専門家から注目を集めました。その主な特徴はコアキシャルローター、強力な火力、高度な電子戦装置、そしてパイロットの生存性を高めるための設計要素です。コアキシャルローター設計はヘリコプターに優れた機動性と安定性を与えました。カモフ52は対地目標だけでなく敵の航空機に対抗する能力も持っています。武器システムは30ミリ機関砲、対戦車ミサイル、ロケット弾、そして空対空ミサイルを含みます。これらの武器はカモフ52が広範な目標に対応できることを可能にしています。またカモフ52は敵のレーダーや通信を妨害するための高度な電子戦装置を備えています。パイロットは防弾装甲と射出座席により保護されています。これによりパイロットは敵の攻撃から生き残ることが可能になります。果たしてウクライナではこの射出座席が役に立ったのでしょうか。知っている人がいましたらコメント欄にお願いします。カモフ52はパイロットと武器システムオペレーターの2人で搭乗しています。エンジンは2機のクリモフ VK2500 ターボシャフトエンジン。このエンジンはそれぞれ約2400馬力を発生します。カモフ52の最大速度は 310km で 260km で巡航します。行動半径は約 460km でフェリーレンジは 1200km となっています。主武装としては 30mm の 2A42 機関砲を搭載しており、対地目標に対する攻撃に使用されます。弾数は460発搭載できます。4つのハードポイントに3連装 B 振り対戦車ミサイル、イグラ 1V 空対空ミサイル、20連装 80mm ロケット弾 S8 ポット、122mm ロケットなどを搭載可能です。また、対戦車ミサイルやロケット弾を搭載することができます。さらに、空対空ミサイルを搭載することができ、敵の航空機に対抗する能力も持っています。防御システムは敵のレーダーを妨害する最新ジャミングシステム等も搭載していましたが、ウクライナ侵攻ではあまり役には立っていなかったようです。第二次チェチェン紛争、グルジア・ロシア戦争、シリア内戦などでは活躍したカモフ52ですが、もしかしたらもう時代遅れなのかもしれませんね。しかし
横並びの座席やコアキシャルローターなどは他に類を見ない軍用ヘリコプターに違いはありません。またこの稀に見るヘリコプターを運用している国はロシアだけではなく、エジプトは軍事戦略の一部としてカモフ52をその地域の安全保障に貢献ため使用しています。弱点はズバリ、利点でも欠点でもあるコアキシャルローターに違いありません。コアキシャルローター、二重反転式ローターとは、ヘリコプターのローターを2つ重ねてそれぞれを反対方向に回転させる設計のことを指します。これによりヘリコプターが上昇するための力とプロペラが回転することで生じる反動、反トルクを打ち消すことができるわけです。この方式はロシアのカモフ社とアメリカのシコルスキーエアクラフト社が特に得意としています。この設計の最大の利点はヘリコプターのビブについている小さなテールローターが不要になることです。これによりテールローターが何かにぶつかって事故を起こすリスクがなくなり、全体的に安全性を向上させることができます。またエンジンの力をすべてメインのプロペラに使えるため効率が良くなります。さらにプロペラの大きさを小さくできるため船の上や小さな場所に着陸するのにとても便利になるわけです。これがモロハの剣なのです。2つのプロペラを上下に配置するための機構が複雑で、設計や製造、メンテナンスが難しくなります。これは修理やメンテナンスの費用が増える原因となってしまいます。また2つのプロペラがぶつからないようにするためにプロペラ間の距離を広く取る必要があり、これがヘリコプター全体の高さを増加させる結果となります。このようにコアキシャルローターは一見すると複雑な設計ですが、その特性を理解することでその利点と欠点、そしてそれがどのようにヘリコプターの性能に影響を与えるのかを理解することができます。これこそがカモフ52の最大の弱点であり最大の利点なんですね。このコアキシャルローターを採用しているのはロシアのカモフ31やカモフ52、アメリカのシコルスキー S97 や SB-1 デファイアントなどです。そしてこれは地球外になってしまいますが、火星で運用されている小型ロボットヘリコプターインジェニューティもコアキシャルローターを採用しています。カモフ52アリゲーターはもともとカモフ50ブラックシャークの派生型として開発され、その後もカモフ52を軸に様々な派生型が開発されています。カモフ 52K カトラン。カモフ 52K はカモフ52の海軍版で、ロシア海軍のミストラル級強襲揚陸艦に搭載するために開発されました。カモフ 52K はカモフ52の基本設計を維持しつつ、海上での運用に適応するためのいくつかの改良が施されています。これには折りたたみ式のローターブレードと短縮された翼、対海水性の強化、そして海上の目標に対する新たな武器とセンサーが含まれます。カモフ 52M。 カモフ 52M はカモフ52の最新の改良型で、より強力なエンジンと新たなアビオニクスを備えています。特筆すべきはこの機体には最新の LMUR 誘導ミサイルが搭載可能だということです。このミサイルについては次の章で詳しく解説してみたいと思います。7月25日ウクライナ軍第38独立海兵旅団がロシアのカモフ52アリゲーターを多数撃墜しました。この事件はウクライナ軍によって報告され、同日にウクライナ参謀本部によって公表された数字も裏付けられ、ロシアが合計310機のヘリコプターを失ったことが明らかにされました。オランダのオープンソース情報機関オリックスからの情報によれば、ロシアは昨年の紛争勃発以来最新鋭のカモフ52を38機を失ったということです。まず38機のカモフ52ヘリコプターが失われたという報告がありますが、これは確認できた損失だけを数えたものです。つまり実際にはもっと多くのヘリコプターが失われている可能性があります。さらにロシアは新しいバージョンのカモフ52ヘリコプターカモフ 52M を使用し始めています。この新しいヘリコプターはより先進的な装備を持っており、特に新しいミサイルを使うことができます。
カモフ 52M の武装に追加された最も重要な武装は LMUR 誘導ミサイルの導入です。 LMUR 軽量多目的誘導ミサイルはロシアの最新の航空兵器で、その高性能と多機能性が注目されています。このミサイルは最大9マイルの範囲を持ち、幅広いターゲットを攻撃する能力を持っています。特にその飛行距離と弾頭の出力は既存のヘリコプター用ミサイルを上回る性能を発揮します。また複合誘導システムを搭載しており、打ち上げ忘れモードでの使用や飛行中のリターゲットが可能です。これらの特性は戦闘状況の変化に柔軟に対応し、その高い技術的特性と戦闘能力の組み合わせによりウクライナ紛争での有効性が期待されています。紛争が続く中、両者は間違いなく戦略と技術を適用させて、この長期的で壊滅的な戦争で優位に立つことを目指すでしょう。国際社会は密接に注視し、地域に平和と安定をもたらす紛争解決を望んでいるのです。まで見てくれてありがとう。チャンネル登録お願いします。またいいねとベルマークのタップもお願いします。また会いましょう。じゃあね。